時代にもどの国にでもあると思います。私自身の問題もこれまでに何度か動画でお話ししたことがあります。今日の動画はある番組で見た母と娘の関係で感じたこと、考えさせられたことをお話ししたいと思います。その家庭はお母さんと2人姉妹の3人で暮らしていました。家族の中で問題とされているのは上のお姉ちゃんで、お姉ちゃんの中身も外見も成長させてあげようという趣旨の番組でした。お母さんはお姉ちゃんのことを片付けができない子供で、一緒に住むのは大変、子供って言ってももう23歳なんですけどねと話します。普段の様子も映っていましたが、片付けなさい、本読んでるから後でする、いい加減にしなさいよ、きっと小さな頃から同じようなやり取りが何百回何千回ってされているんだろうなという感じでした。同じ叱り方、同じやり方でいい結果を生まないなら、そのやり方はその子に合っていないということです。それなのに自分の行動を変えずいい結果を得られないことをその子のせいだけにするのは違う気がします。一つの方法に、一緒に片付けをしてそれを終えた時にきちんと褒めてあげる、それで子供は達成感を学び、片付けのプロセスも楽しんでやることができるようになります。頭ごなしに言われ、いやいやした片付けより、お母さんと一緒に達成感を得られたことで、その満足度は倍にもなるでしょう。さらにお母さんのインタビューで、この番組がお姉ちゃんを変えてくれたらな、と話していました。お母さんは母親として、もうサジを投げてしまったのでしょうか。親に失望の目で見られる子供の気持ちはどうなのでしょうか。そして、私の心に一番突き刺さった言葉が、番組側が娘さんにどうなってほしいですかと聞いた時に、お母さんは Be a human と言ったのです。 The other way to say is She's not a human. How could you say things like that to your own daughter? 心が痛かったです。お姉ちゃんが一度料理を失敗した後から、お母さんはお姉ちゃんが台所に立つのを嫌がるので、それから料理はしなくなったそうです。一度失敗したから、その後一生料理は必ず失敗すると決まったのでしょうか。料理でも何でも、人生で初めて挑戦した時に 100% 完璧にできる人の方が確実に少ないはずです。お母さんが人生で初めて料理をした日は 100% 完璧にいったのでしょうか。撮影を進めていく中で、番組側がお姉ちゃんに対して厳しくないですかと言うと、もっと厳しくしないと、とお母さんは言いました。お母さんの幼少期に自分もそのような環境で育ったのか、自分の理想像を無意識のうちに娘に押し付けているのか、私は眉間にシワが寄るばかりでした。姉妹は一つの部屋をシェアしていて、部屋は物であふれかえっていました。妹はお姉ちゃんの汚さは群を抜いている、どんどん部屋を散らかしていくとお姉ちゃんを説明していました。お姉ちゃんは中学高校の時にいじめられていたようで、でもあまりそのことをお母さんに話すことはなかったようです。それについてお母さんは、私も昔そうだったので似てるのかもと言っていましたが、そういうお母さんには話せないという空気を作ったのはお母さんだということはないでしょうか。ここで私は心理学で使われるアイデンティファイドペイシェントというのを思い出しました。IP とは、問題とされる子どもは家族の中でたまたま症状を発した人、または患者とみなされたと定義される。これを心理疾患という役割を担わされた患者と捉える。思考の歪みは幼少期のトラウマや機能不全家族だけから出来上がるものと考えている方もいるかもしれません。目にはっきりと見えない日々の小さな積み重ねが、目に見えない大きな刷り込まれた信念となります。特に小さな子どもにとって一番の大きな情報源は親、家族です。家族の中で気の優しい気の弱い子どもたちは、家族から言われる言葉たちを真実であろうがなかろうが、それをすべて自分の中に取り込み、その言葉たちで自分のアイデンティティが形成されていくと言っても過言ではないと思います。日々の小さなことが自己肯定感、自尊心の低さにつながってしまいます。周りは家族だからこのぐらい言っても大丈夫だろうと軽い気持ちで言っているかもしれません。しかしそれは繊細な子どもたちの肩に重くのしかかり、大人になってもまだずっと
その重みを毎秒毎分感じながら生きているのです。番組を通して外見にも内面にも少しずつ変化の現れたお姉ちゃん、お姉ちゃんの言った言葉で心に残ったのが、毎日ずっと自信ってなくていいものなんだと気づきましたでした。毎分毎秒自信がある人の方が疑問だと思います。疲れた時は休んでいい、落ち込む時はとことん落ち込んでいい、人間なのですから。自信があるという表現の仕方も、世の中にある自信の定義に当てはまる必要はない。自分の自分らしい自信の表現の仕方でいい。それが一番。世界の全員から好かれることなんて不可能だし、周りの全員の期待に応えることも不可能です。以前この動画でお話ししましたが、役に立たない、やってもいい気分がしないと分かっているのに、なぜかそれが当たり前だと思ってやり続けていることはないでしょうか。だって昔からこうなんだもん、だって昔そう言われたから。自分の今これからを変えたければ、それらの古い習慣に終止符を打たなければなりません。自分を守れるのはまず自分です。自分を褒めて可愛がって大切にしてあげられるのはまず自分です。やり慣れた行動を起こそうとする前に、自分に問いかけてみてください。自分は何が好きですか？自分をハッピーにさせてくれるものは何ですか？どうなりたいですか？それに近づくために今できる一歩は何ですか？今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. I will see you soon. Bye.